はいどうもビルトです。ということで今回なんですけど質問コーナー返答編やっていきたいと思います。はい、ということで今回は質問コーナーの返答編やっていくということで、今回はね割とね早かったっすね。募集かけてねもう1週間2週間経ってないぐらいで返答編の動画を出すということで、褒めてほしいことだけで、あそうだ、質問をね前回の動画で募集したんですけど、なんとですね335件ものねコメントが届いてて、もうね本当にねありがとうございます。ということでまあね早速質問コーナーやっていきたいと思います。キーボードを斜めに持つメリットは？キーボードね斜めに持つメリットということで、まあ、マイクラとか他のゲームするときねキーボード斜めに持ってるんですけど、これメリットは普通のね横置きだったら何個かねキー押しにくい場所があると思うんですけど、斜めにすることでその押しにくいキーがね押しやすくなるっていうことがね一番のメリットかなって思ってて、あとはマウスをねキーボード縦にすることによって触れるスペースがね多くなるので、老戦士の人とかにはねめちゃめちゃおすすめのキーボードの持ち方です。ファイナルコインランドリー伝説2がバックステップドラゴンの大冒険エスカレーター編どっち派ですか？ちなみに僕は初代トランペットチャーハンが好きです。まあどちらかといえば僕が好きなのはあの近所の公園のベンチが好きです。1、自分を神だと実感し始めた年齢はいつですか？はい、ということで結構こういうコメント来ないかなって期待してたんですけど、来ました。ということで、いつ神を実感し始めたかということなんですけど、まあそうですね、いつかっていうと幼稚園の頃にね結構実感し始めたんですけど、まあ幼稚園って遊具があるじゃないですか。で結構クオリティが高いジャングルジムが幼稚園にあってですね、上まで登ったりしてなんか滑り台で降りてくるっていうのとかがあったんだけど、そのジャングルジムのなんだろうな、建物で言ったら2階らへんかな、2階ぐらいの高さから足を滑らせて落ちたんですよ。でなんか背中から落ちたのになんか分かんなかったんですけど痛くなかったんですよ。で落ちた瞬間をねちょうど見てた先生がいたんですよ。けどなんか助けてくんなくて、あれっつって、え、なんで心配しないって思って、なんか痛くなかったってのと、あとなんか先生見てたけどなんか見えてないのかなっていう時に、あれ俺ってなんかあれ生きてるのかなっていう、そういう実感がありましたね。もうすぐ1万人ということで、本当にねもうすぐ1万人ってところで、ちょっと僕のね施設の変わり目か知らんけど、やる気っていうかなんか最近遊びたい欲が半端なくて、放課後ね友達とねどっか出かけたりして、まあどっか出かけたりっていうのはあの川崎って大体ナンパしてるんですけど、ラゾーナに行くとねめっちゃ可愛い子がいっぱいいて、見知らぬ JK に友達と話しかけるのにハマってて、最近それでちょっと動画ねサボっちゃってるんで、まあ切り替えてねそろそろまた動画力入れたいと思うので、もうちょいね待っててください。1万人まで頑張ります。なぜそんなにイケボなのか、これめっちゃね僕言われるんですよ。けど本当にこの声は誰でももうそこら辺の高校生が持ってる声です。はい、あのただ単にちょっと声が低くてなんかところどころね声高くなるっていうなんか不完全な声ですね。ビルトさんって視力いいんですか？ずっと考えてたんですよ。僕ね視力ね結構いいなって思ってたんですよ。なのに最近あれ視力俺落ちたかなって思うことがあって、通学中にまあ大体駅まで行くんすよ。で駅って電光掲示板があって電車の時間が書いてあるじゃないですか。今までははっきりとねその時間までが見えてたんですよ、遠くの距離から。けどなんか最近あれなんか見えにくいなって思って、なんかボケるんすよね。はい、目が悪くなりました。なんか遠くにある小さい文字が見えなくなった、なんかそういうアップデートを目に入ったのかなと思って、まあ実感してますね。そろそろアップデートをその修正してほしいですね。ビルトさんはゲーム最初から上手いタイプの人種ですか？これねよくね言われる、たまに別ゲーをね配信するときに、え、なんか上手くないとか言われるんですけど、全然上手くないです。まあなんかいるじゃないですか、やっぱゲーム始めた瞬間から上手い人って。本当にゲームセンスがある人、なんか僕のフレンドにもねいるんですよ、どのゲームも上手いっていうフレンドが。けど僕は全然ねそんなんじゃなくて、ちゃんとやり込まないとある程度上手くなんないみたいな、そんな感じの人です。ビルトさんの好きなゲームって何ですか？僕の好きなゲームはですね、まあマイクラ以外で言うと Apex、 フォートナイトで、最近は通学中とか学校とかで友達とモンスターやるのにハマってて、まあそんぐらいかな、3つだね。あとはマイクラって感じです。1日何時間ぐらいスカイウォーズやってますか？ということで、1日どんぐらいスカイウォーズやってんのって話なんですけど、僕ねみんなが思ってる以上にスカイウォーズしてません。平日は配信の時間と撮影する時だけしかマイクラやってなくて、プライベートはね
ほぼマイクラやってないんですよ。だから多くて4時間かな。もう最近は4時間もやってない。2時間ぐらいかな、最近はマイクラする時間。キルアカのキャラ誰が好き？キルアカね、マジで俺好きなんだよ。学校にねジャンプがあるんだけど、それ毎週ね新しいの入ってくるんだけど、もう誰よりもね早く見に行くぐらい好きで、まあ誰が好きかなって考えたら、まあ、やっぱ2人いて、自分の中ではやっぱ主人公のデクと、あとはミリオですね。マジで好き。この2人がね俺の中ではもう最強で最高のキャラクターですね。マジで好き。だからなんかね、一番はね選べないな。もう2人とも好きなんだよね。もう最強系っていうか、ミリオはね能力失ってももうめっちゃ強いってのがマジで好きで、あとデクはもうなんかボロボロになるまで戦うのがマジでかっこよくて好き。ミルツさんのお父さんとお母さんってどんな感じの人ですか？まあそうですね、お父さんは花山薫で、お母さんはビッグマム、そんな感じです。逃げ方を知りたいんだが、ということで逃げ方ね教えたいと思います。やばい、逃げろ逃げろ。そうですね、逃げ方はまあ人それぞれです。唇をつけないで学級うんこって言ってみてください。もう任せて、そんなん余裕いくよ。学級うんこ。兄貴好きですか？ということで、まあ、僕のね神の兄貴がいるんですけど、まあいろいろ伝説を残してまして、まあ、キーボード買ってくれたりとか、あとマウス買ってくれたりとか、あと買い物手伝ってってついてやったらスイッチ買ってくれるとか、まあそういうね神の兄貴がいるんですけど、まあ好きか嫌いかで言われたらまあ好きですね。まあ普通です。キルレート何ですか？キルレートはねちょっと見るか。はい、ということでこれね僕のハイピクセルのスタッツっていうやつなんですけど、まあスカイウォーズのキルレ見ましょうか。スカイウォーズの KD はランクド 1.79、 ソロノーマル 3.07、 ソロインセイン 3.30、 チームノーマル 2.88、 チームインセイン 3.58、 メガノーマル 1.24、 メガダブルス 3.14、 そんな感じです。一番高いのはチームインセインですね。まあそこそこいいんじゃないんですかね。5秒で自己紹介。5秒でね自己紹介やっていきたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。ということで僕はですねマインクラフトをやって、今履いてるパンツの色は何色ですか？今履いてるパンツの色なんですけど、今はですね松崎しげる色履いてます。視聴者が登録しているか登録していないかの比率教えて。見せちゃうかこれ。未登録が 54%、 登録済みが 45% ということで、半分以上の方が登録してないということで、今見てるそこの君、君だよ君。俺じゃないだろうとか思ってるそこの君、君です。チャンネル登録マジでお願いします。僕を1万人までキャリーしてください。今使ってるデバイスたちに一言。まずお前もう最高。君はねもうきっとの君はねマジで愛してる。それからお前は早えよ、ナイス。でお前なんで来た俺ん家に。使ってるデバイスとマイク教えてください。これねめちゃめちゃ言われるんだけど、これまとめてるサイトありますということで、みんなで見ていきましょう。これですね、ギアティクスっていうサイトなんですけど、まあ概要欄にね貼ってあるんでよかったら見てください。で、まあ、使ってるデバイスこんな感じで、一覧でまとめてて、まずこれマウスパッドですね。でモニターで、これがマウス、使ってるマウスで、ヘッドホン、まあ、これは今使ってないんだけどたまに使うぐらいですね。でこれ大事なのが目薬。目薬は第2類医薬品サンテ FXV プラス 12ml ということで、まあ、これはね疲れた時になんかプッて打つともう目がシャキーンってする、そんな感じのやつです。でこれがサブモニターで、こいつはコスパ最強のスピーカーですね。音も普通にいい。でこれキーボードで、これがクソデカモニターですね。でこれがマイクをつなげるためのインターフェース。でこれがマイクですね、シュアの SM7B 使ってます。そんな感じかな。で下がイヤホンですね、これ今使ってます。はい、まあ、概要欄にリンク貼ってあるんでよかったらねこれゆっくり見てみてください。学校には行ってますか？学校にはちゃんと行っております。彼女いますか？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 彼女は今は彼女いません。夏休みに別れました。童貞ですか？童貞か童貞じゃないかで言うと、童貞じゃないです。最後にいつも応援してくれている視聴者さんに一言。最後にということなんで、まあ本当に1万人までとりあえず僕頑張るので本当にね応援お願いします。ガチで1万人まではもう今年1万人いけるように本当に頑張るので応援お願いします。ということで、まあ、あとね配信の時ちょっとスパチャ多くしてくれるとめっちゃ嬉しいです。ということでありがとうございました。今回はこの辺で終わりたいと思います。質問コーナー最後まで見てくれてありがとうございました。またね1万人いったらやろうかなって思うので、まあ、皆さんね登録してない人いたら登録お願いします。登録してる方は友達に僕のチャンネル進めてね登録させてください。ということで次回は1万人の質問コーナーの動画でお会いしましょう。バイバーイ。